はい、どうも、カッパ園長です。じゃあ最後はね、ディガーニュースいきましょうかね。ディガーニュースだけど、主人公は奥さんの眞子さんの方なのかな、今回は。なんかね、小室眞子さんが夢を叶える目前なんだってさ、何の夢があったんでしょうかね。なんかニューヨークで夢の実現が間近みたいな、そういう話らしいんですけども。結婚して渡米した眞子さんがビザの問題ぐらいで日本に一時帰国するはずがないと。でしょうね。そんなのは何かをごまかす別なニュース、ね、別な事実をね、困ったことをごまかすためのフェイクじゃないかみたいなことは誰でも想像つくと思うんですけども、皇室というのは外からきらびやかに見えても、うちは旧態依然とした世界だと。昔のように皇室しか知らなければ、それでも我慢できたのだろう。しかし学習院女子中高から、ICU に進学した眞子さんはこれまで体験したことのない自由な世界を知って大きく変わったと言われる。学園祭で焼き鳥売ってたり、合宿で仲間たちと一緒にお酒飲んだり、これまでなら考えられない世界がそこにあった。秋篠宮さんを自分の好きな道を歩んでほしいと、そんな眞子さんを応援したに違いないと。なんか正当化してる、そういうテイストの記事なのかな、これ。眞子さんは ICU 在学中に学芸員の資格を取得し、なんだろう、メトロポリタンのこと言ってんのかな、夢を叶えるみたいな。12年留学したイギリスのエディンバラ大学では美術史を学んだと。もともと美術や建築物に関心があったが、オーストリアで歴史的建造物に触れたことがさらに拍車をかけたと言われている。卒業論文は明治時代における神話画の誕生発展、そして葛藤、明治になって日本神話を題材にした絵画が盛んに描かれたことがテーマ。また14年にはイギリスのレスター大学大学院博物館学研究科、博物館学研究科かに入学し修士を取得していると。で、帰国後は結婚する年の9月まで、東京大学総合研究博物館特任研究員に就任しながら ICU 大学院で博物館学などの研究に取り組んでいたと。で、学芸員を目指すものなら、こうした経歴から考えると伝統に従順な女性皇族より自立した女性皇族を彷彿させる、与えられた公務を粛々と続けるより本格的に美術館や博物館で働きたかったのではないだろうか。もし眞子さんに才能があり上昇志向があればルーブル美術館や大英博物館のような世界でもトップレベルの美術館や博物館で働きたいと思うのは当然だろう。ところがそんな折に皇族の数を確保するという名目で女性宮家の創立案が伝わってくる。法案ができれば眞子さんは必ず宮家当主に、懇願されたことだろう。そうなればもう二度と自分が描いた人生を歩むことはできない、何とかして皇室を脱出したい、そんな思いがわだかまっていた時に、小室圭さんが現れたのではないだろうか。まあその後もなんかうんぬんうんぬん書いてあるんですけどもね。なんでしょう、やっぱり違和感しかないですよね。まあなんか不自然な、なんかこの小室夫妻擁護記事ね、眞子さん擁護記事だってさ、なんだろう、その皇室を脱出したい云々っていう、なんかね、そういう部分記述あったじゃないですか。これももう違うと思うし、だって脱出したいと思ったのはね、それはそうだと思うんですけど、逆に思うようにね、例えば小室圭さんなんかを、まあ、皇族に引き込めないって分かったからじゃないのね。だって最初なんて言ってましたっけ、会見の時ね、小室圭さんだって外交のような仕事がしたいって言ってたはずですよ。弁護士のべの字もなかったんで。だからまあ、皇室外交のことを当時は指していたはずですよね。でもなんかそうね、都合よくうまいこといかないとね。だから方針転換したわけでしょ。ね、最初弁護士なんてこと一言も言ってなかったと思うんですよ。まあそれにしてもね、生活の基盤も固められないうちにね、このなんかが、まあね、窮屈なっていうね、一言でこの皇室をさ、ね、このね、出ていきたいと、ね、日本をこの逃れるようにさ、逃げるようにニューヨークに行ってさ、ね、夢の生活を実現、
普通に考えたらできるわけないじゃないですか、そんなことね。えだって自立もなく自由が得られる、そんなことありえないでしょね。えやることやったから勝ち取れるわけでしょ。まあ社会的に報道の一環だったらね、なんだろうな、もっとこういう記事もさね、もう嘘でたらめっていうのはもうバレてるから、もうちょっと考えて作り込んで書いてもらいたいよな。多分ね、おそらくですけども、このなんだろう、まあ秋篠宮家が宮内庁経由でね、日本のマスコミ使って記事書かしてるんだと思いますが、まあおそらくね、最初はね、秋篠宮家の人も、まあ殿下だってね、まあ本人2人もね、国民がね、多くの国民が結婚をお祝いしてくれるって思ってたんじゃないですか。だってほらね、特になんかこの皇族の人だったらさね、特にこの眞子さんは誰もが自分に逆らうことなくね、育てられてきたわけでしょ。自分がお願いすればね、自分が発言すればね、周りの人ね、全ての国民に納得するね、何も言わなくなると。まあある意味純粋だったのかもしれないですけども、でも一番大切に思ってる人が一番自分を利用してるっていうことにね、まあ全く気づいてないっすよね。それどころかね、心配していたこの国民のほとんどをね、この誹謗中傷ね、デマに基づく誹謗中傷って片付けちゃいましたからね、結婚会見の時にね、ニューヨークに出ていく前ので、そんなに日本が嫌だっつんだったらさね、日本のこのなんていうかな、この動かされる人だから公務員とかですよね、この領事館のスタッフとか、あとはもう単純に税金にね、この頼んないでもらいたいんですよ。ねえ、ディガーさんの給料だけ、ね、自分も仕事するんだったら2人のこの稼ぎだけで、ね、生活すればいいんですよ。で、ほとんどのさ、ね、この社会一般的に世界中のね、まあ、ご夫婦が大体そうしてるわけじゃないですか。ね、一般人夫婦ってそういうもんでしょ。ね、一社会人、一般の社会人ってそういうもんじゃないですか。働いて、その稼ぎで、ね、生活してますよね、普通は。だからまあ、その皇室特権で美味しいとこばっかり利用しようとしているから、で、実際利用しているから、ね、で、それについてどうなってるんですか、そうじゃないんですかっていう説明が何もないじゃないですか。だから意味嫌われる、ね、っていうことを、やっぱり理解してないですよね。まあ理解することもないと思いますけども。まあちょっと厳しい言い方になっちゃうかもしれないですけど、実力でね、仕事を得ることもできず、ね、経済的に未だに日本政府や皇室にね、べったり援助を受けている。ね、皇族のままでは自立した活躍はできないが、ね、結婚したらできると考えているのならね、とんでもない勘違いですよね。ね、自立できる、ね、自活できるかできないかは要するに本人次第ですよね。甘いんですよ、要は。ただ残念ながら日本社会にね、それをこの甘やかしちゃう、そういうこの制度というか、そういうなんか暗黙の了解みたいな、ね、我々に一般日本国民の知らないところでさ、ね、勝手になんかこの税金どんどん使ってね、この不良債権夫婦食わしてる、そういう現実が日本にあるわけでしょ。なんとかできるもんならなんとかしたいですけどね、このね、税金無駄遣い。どう考えても無駄じゃないですか。どう考えてもありえないですよね。おかしいですよね。ということで、これ実はね、続きというかもう一個お話があってね。まあちょっと後半サロンので見ていこうかな。今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。